こんにちは。ワッチ&シーアカデミーパフォーマンススーパーバイザーのダイスです。今回は、胸周りと股関節の回線、回る動きを高めるためのエクササイズを紹介したいと思います。胸周りですね、皆さん結構腰を動かすという話をされる方も多いかと思うんですけど、体を動かす際に、腰というものはあまりこういう回す回線運動には向いていません。その代わりに股関節と胸ですね、胸郭と呼ばれるこの胸周りをしっかりと動かせるようになることが非常に大切になります。そのエクササイズちょっと見せますので見てください。バックワードランジツイストって言います。バックワードランジツイスト、バックワードランジツイスト、こんな感じです。後ろステップで前足側に体を回す、後ろステップ体を回す、後ろステップ体を回す、後ろステップ体を回す。でこの時にしっかりと体がバランスをちゃんと取れるように気をつけてください。このように体を歪めながらではあまりよろしくないです。最初は慣れないかもしれないですけど、少しずつ自分で体のコントロールをできるようにしながら行うことも非常に大切になってきます。体のバランス感を養って胸周り、そして股関節周りの動きを高めます。もし痛みや違和感等を感じたら、お近くの専門家の方にご相談してください。今日も楽しくバスケットボール頑張りましょう。